機動戦士ガンダム00に登場し、リボンズ・アル・マークが登場する、リボーンズ・ガンダム。大火力で遠距離の敵に対応できるキャノンモードと、近接戦闘に対応できるガンダムモードがあり、オールマイティで完璧な機体に思えるが、実は意外な弱点が存在した。今回は3つの弱点をご紹介しますが、最初はリボーンズ・ガンダムとはどのような機体なのか、説明していきます。リボーンズ・ガンダムはリボーンズ・アル・マークの命を受け、彼の専用機として開発が進められた。設計者たちは、ベーダに蓄積された膨大なモビルスーツ技術を駆使し、さらにチームプトレマイオスからの流出データをも参考にすることで、過去のモビルスーツ性能を完全に継承することに成功した。その結果、リボーンズ・ガンダムは文字通り、あらゆるガンダムの息を集めた最強のスペシャル機体となったのである。その姿には、イノベーターの無限の可能性と、ガンダムを超越する野心が込められていた。そして、リボーンズ・ガンダムには、他のモビルスーツにはない独自の機能が備わっていた。その特徴とは、機体の表裏を入れ替え、四肢などを変形させることで、近接格闘戦に対応したガンダムモードと、遠距離砲撃戦に対応したキャノンモードの2つのフォームを取ることができる点にある。そして、モードごとに機体名も変わり、前者がリボーンズ・ガンダム、後者がリボーンズ・キャノンと呼ばれる。このように変形によりスペックを自在に変えられるこの特性は、状況に応じた柔軟な戦闘を可能にした。つまり、リボーンズ・ガンダムは、あらゆる局面で優位に立てる機動力と火力を手にしたのだ。本機は、過去の技術を受け継ぎつつ、新たな変革を体現する機体である。そしてこの無限の可能性にイノベーターの野心が注がれていたのだ。リボンズはこの機体を借り、自らの大使を現実のものとしようと企んでいた。しかし歴史は単純には動かない。様々な思惑が交錯するその先には、予期せぬ転機が待ち構えていた。さて、リボーンズ・ガンダムの驚異的な機動力の源となるのが、ツインドライブシステムである。羊皮地アーマーに内蔵された疑似体オーロ内蔵のコーンスラスターを、ペアで同調稼働させることで、高い粒子生産、供給能力を実現し、この2機のスラスターにより、前代未聞の推進力を得ることができている。疑似体オーロは、継戦能力という点ではオリジナルの体オーロには及ばない。しかし、それ以外の性能面では体オーロに匹敵する、高い完成度を誇っている。つまりこのシステムは、過去に開発された技術の息を集結させた夢の装置と言えるだろう。かくして誕生したリボーンズ・ガンダムは、変形機構とツインドライブシステムによる無限の可能性を武器に、イノベーターの野望は着実に現実味を帯びつつあった。しかし同時に、その力の行き着く先に待つ運命も、やがて明らかになっていく。リボーンズ・ガンダムの性能は、その圧倒的な機動力と火力から、最終的には伝説のダブルオーライザーをしのぐレベルのものとなっていた。ただし、その中にはトランザムの使用制限といった課題も残されていた。また、ツインドライブシステムが有する量子化現象など、特異な現象にも留意が必要があったのだ。さらにイノベーターは、万が一の事態にも備えるため、あらかじめベーダとリンクしないシステムをも搭載していた。つまりこの機体は、トライアルシステムの影響を全く受けずに活動できる設計となっていたのだ。過去技術の域を継承しつつ、ガンダムの概念そのものを超えようとするあまりの野心的な機体設計。しかしそれは同時に、イノベーターの企みが、どれほどの歯をはらんでいたのかを物語っている。どういうことか、それはトランザムの粒子放出により、機体に内蔵された疑似体オーロが一時的に機能停止に陥ってしまうということである。その後、再び戦闘に復帰するためには、体オーロ2機の換装と同調作業が必須となる。つまり、GNZ シリーズのように、トランザムの瞬間的な使用で粒子消費を抑え、すぐに乾燥して再起動するといった、機動的な運用は、リボーンズ・ガンダムにはできなくなっていたわけだ。さらに、この機体に搭載されたツインドライブ専用武装の粒子消費量は桁外れに大きい。
トランザム使用後は、GN コンデンサーに残された微々たる粒子のみを頼りに戦闘を続けねばならず、極めてリスクの高い事態に陥る。そうしたリスクを考えれば、トランザムは最後の切り札、緊急時にしか使えない特殊装備というほかない。確かにリボーンズガンダムは無限の可能性を秘めた究極のモビルスーツだが、同時にそのトランザム運用には重大な制約があったのも事実だった。さて、リボーンズガンダムの基礎設計は、かなり早い段階で完了していたようである。当初はガンダムを主力機、GN キャノンを支援機とする2機体の連携運用を前提としていたのである。しかし単独行動を好むリボンズの思惑から、両機の機能を一つの機体に集約することになる。これが後の、リボーンズガンダムオリジンと呼ばれる形態である。さらに、アニュー・リターナーが盗み出したツインドライブシステムのデータを組み込んだことで、現在のリボーンズガンダムが完成を見たのだった。設計上は、遠近療養の運用が可能な非常に優れた機体と見える。異なる2機の機能を1機体に取り込んだ、まさに良いとこ取りのようにも思える。しかし実際には、それが弊害となっている面もあった。異なるコンセプトの2機を無理やり1つに押し込めたため、各モードの機能という観点に立てば、それぞれに特化した原型機よりも劣ってしまう部分が存在するのが実情なのだ。しかしその野心の具現化の過程で、機体設計にある種の歪みが生じてしまったことも、また事実であった。夢の装備は完全無欠なものではなく、やはり限界をはらんでいたのである。ここからリボーンズガンダムの4つの弱点をご紹介します。弱点1。形態変化の際に隙が生じるリスク。この機体は近接専用のリボーンズガンダム形態と遠距離射撃用のリボーンズキャノン形態を自在に使い分けられるが、その変形プロセスの最中に機体が一時的に無防備な状態に陥ってしまうのだ。戦闘中にこの変形を行えば、その瞬間の隙を敵につけいられかねない。機体が無防備な姿を晒す危険は、どれほど優れた性能を備えていようとも避けられないリスクなのである。弱点2、エネルギー消費量が膨大すぎる。リボーンズガンダムが抱える別の弱点は、エネルギー消費の問題であった。この機体は多様な武装と高度なシステムを搭載しているため、そのエネルギー消費量は桁外れに大きかった。戦闘が長期化すれば、その分エネルギー維持が困難になっていく。つまり、リボーンズガンダムの圧倒的な性能は、限られた戦闘時間内でしか発揮できないということである。弱点3。さらにもう一つ本質的な弱点が存在していた。それは、パイロットの精神状態との深いリンクにあった。この機体を最大限に活用するには、パイロットと機体が精神的につながり、一体化することが欠かせない。つまり、パイロットの心理状況が、直接的にリボーンズガンダムの性能を左右してしまうのである。戦場にて高揚感や殺意、憎しみといった強い感情にとらわれれば、その分だけ機体の動きは不安定になり、制御が難しくなってしまう。このようにリボーンズガンダムにはいくつかの弱点が存在した。しかし、それらの欠点を補ってあまりあるほどの恐るべき力を、この機体は秘めていたのも事実である。ツインドライブシステムの導入とトランザムの実装により、リボーンズガンダムは非常に高い機動力と火力を発揮できるようになった。加えて、作中最強のパイロットの一人であるリボンズ・アル・マークが操縦を担ったことで、リボーンズガンダムとキャノンモードを戦況に合わせて的確に使い分ける高い汎用性が生まれた。その結果、リボーンズガンダムは驚異的な戦果を残すことができた。完全徴兵状態のアレルヤ・ハプティズムが狩るアリオスガンダムの撃破やプトレマイオス2への致命的なダメージ、さらには、連戦状態が続く中で、純粋種へと変貌した刹那 F 精鋭のダブルオーライザーをも撃破し、その際に純正太陽炉を奪取するなど、まさに恐るべき戦果を残したのである。弱点は存在したが、その一方でリボーンズガンダムが秘めた無限の可能性も確かに存在していた。
今期がイノベーターの野心を具現化し、新たな歴史を切り開く夢の機体であったのは間違いない。武装。主兵装である GN バスターライフルは、ガンダムの右腕に構え、逆速反応装甲貫通の粒子ビームを装射する。キャノンモードでは左腕部に展開し、中部の擬態応路からダイレクトに粒子が供給されて出力が高まる。しかし反動による射撃精度の低下は避けられないトレードオフとなっていた。さらに両肩にはビームサーベルが装備されている。一般的なものよりも大型で高出力を実現し、つばぜり合いではダブルオーライザーをすら押し切る切れ味を持つ。主にガンダムモードでの近接攻撃用に設計されていたが、キャノンモードでも使用可能な範囲があった。また広範な砲火網を張り巡らす GN フィンファングは、まさに雷神の怒りを地上に下し注ぐかのごとく恐ろしい武装である。大きく羽を広げた大型ファングは、ガンダムの時は水平に構え、キャノン形態ではその全砲門を一直線に重ね合わせる。この合体した粒子の大渦は、敵をあらゆる方位から飲み込み、消し去ってしまう脅威の手法である。また小型ファングも、三つ股の餌食を噛み、シールドに潜んだ狙撃手のごとくビームを打ち放つ。その機動性は、脳波で操られた機械な軌道を書き、常人の理解を超越していた。さらにエグナーウィップはガンダムの指から伸びる蛇のような細いワイヤーは、GN フィールドの壁さえも打ち破り、強敵に電撃の雨を浴びせるとんでもない武装であった。リボーンズガンダムは最強の機体とも言われるほどの強さを誇りますが、あなたはどのような印象を持たれましたか？コメントをぜひ書いてくださいね。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。